まずやっぱりバットは両手で絶対握る、はい、キャッチャーの手を重視するとサブでやすいですアッパースイング論とか言われるでしょそんなこと言ってくれるなと思って悩んではると思います <laughs> イチロー選手なんてもう絶対もうこうやってず絶対もう右手絶対やったほうがいいです<お>さあ今回はバットの握り方についてお話をお伺いしたいと思いますよろしくお願いします まず檜山さんははバットはどのように握られてましたかあー僕はでもいろいろかな、まあ、右で言ったらちょうどこの付け根ぐらいかな、はいはい、両方付け根かなどっちかっていうと先の方さこう深くは握らないかなでも一時これもあったし<ー>結局大きく分けると指指で。 指でってこれが一つでしょこっちは指だけど、こっちは深くっていうのあるでしょで、反対でこっちは深く、こっちは指でとか、両方深くます。4種類は絶対分かれるわけ。かと思えば、小指をかける選手もいるし。はい、いますね。ね。いろいろでしょはい。で、ちょっと開ける選手もいるし。はい。ここを開ける人もいますいるしね。この付けね。はい。ここで握ることのメリットって何があるんですか多分ね、器用になると思います。バットの扱いは、バットのコントロールは。すごく器用になるかただ、 力はそんなに出づらいのかなとかあったりとか。でも握力系でもね、人それぞれでしょ。ここで持ってグッてやる人と、深く握る方が力が出る人ってあると思うんで、それも多分、人の体質なのか、あると思うんで。 まずやっぱりバットは両手で絶対握るっていうのがあるんで、はい、すごく両手大事なんですけども、プロ野球の選手を見てと思うのが、こう見逃した時に大体キャッチャー用の手でこう持ってる選手が多いんですよ。ちょっと僕ね、それね、すごく疑問に思うんですよ。はい、こう見逃した時に、こっちでパッって見逃してほしいなっていうのはすごくあるんです。それはどういった意味でまあまあ、まあ、大体言われるのはピッチャー用の手はリードするって,言ってる、はいうことコントロール。はい、で、こっちは押す力がいるっていうんですけど、はいはい、こっちで見逃して、 重視してる選手だと思うんです。こうなるとね、大体打ちに行く時ってね、体から外れるパターンが多いです。あ、バットが体かられる。体からさ。やっぱり、何でも行動する力を入れる時って、体の中で行動するのが一番。はい、お相撲さんでもそうだし、はい、ゴルフでも何でも。だからバットも振るのは必ず、腰から、あまあ、足、腰使うけども、最後はやっぱこの体の中を、バットが通るようにしないとダメなんですけど、はい、キャッチャーの手を重視すると、外れやすいです。なると、パールを。 カラりブリ。はい、なので、やっぱりある程度最初はこっちのリード、こピッチャー側の手をある程度重視する方が、体からは外れにくいです。はい、必ずこ,こ、この中に収まるんでっていうのが、僕の中の考え方。あります。うん、で、唯一、これが違う、あの、そうじゃないって思えるのは、オープンステップ。はい、オープンステップすると結構こっち、右バッター、中村のり、とか、はい、落合さん、とかは、はい こういう人は、どちらかというと、右手でこう、操作をするっていうかね。うんうん、どちらかというと、こっちを大事にする選手かな、中村のりとか。開いてる分、右手が逆に体の中に来るっていうそうそう好きなりやすいから。なりやすい,い。すいから。うん、逆にこう、開いてるのに、こっちで行き過ぎると、遠くになるから、届かないし、右手だったら届くしっていう。はい、それでも、こうなると、体から外れるから。はい っていうのがあるかな。うん、これはまた別ね。うんはい、で、もう一つは、ピッチャーの手を重視する選手は、まあ、右バッターはあんまりクロスにこういく選手、あんまりいないけど、左バッター結構いるですよ特に、右投げ左打ち、僕みたいな。選手は、作られた左バッターなんで、はい、まずやっぱりちっちゃい幼い頃から、肩が開かないように、開かないようにうと、どん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 こうなってくる。だから、ステップが、ちょっと若干、あの、内に入るんですよ。はい。こういった選手が、 キャッチャー寄りの手を重視にすると、左手を重視にすると、もう開いて、体を開くしかバットが出てこない。ああ。体開いてこっちに骨盤をこう逃げちゃ、はい、う。なると、もう逃げるボール、はい、ピッチャーのフォークボールもダメだし、はい、左ピッチャーのスライダーや、はい、あの、カーブはもう打てないよね。なので、イチロー選手なんてもう絶対もうこうやってず、ず絶対もう右手。そうですね。こ、ねはい、れはどうしてかというと、やっぱりちょっと自分、クロスに入るから、全部クロスに入ってこう、 右手で捌くぐらいのイメージでいってるかなっていう。だから自分はどういうタイプなんだっていうのをよく知らないと間違った、あの、答えになっちゃうんで。じゃあ自分のタイプに合わせてバットの握り方も選ん選んだ方がいいし、臨機応変にできる選手だったら刺されてるなとかバットのヘッドが下がっちゃうなっていう人はちょっとね、こっちを深く握ると、はい。それも深くでてもこれだけじゃなくて、こういうような握り、青木選手みたいな。 ああいう握り方をすると、案外ね、下がらないよね、もう。親指と親指の間に重心を置くぐらいの感ずっしーっとこう持つっていうなると、はい、結構ね、こういう形になるので、ね、耳元からこうパーンって出やすくなる。<ー>だ自分が今どういう状態かとか、僕だからいろいろな打ち方してました。微妙にちょっと開けたりもしてたし。はい、<の>開けるときはどういったときに開けてたんですかなんか速いボールを振るピッチャーだけ、それに対応する。でも、 これで注意しないとダメなのは、はい、開けると結構、キャッチャー4体が勝つんですよ。はい、勝つと、肩が出やすくなるまっすぐに強く見えて案外肩が出るから、ヘッドが走りにくくからな。だから、ソフトバンクの松田選手も、追い込まれたりするんですよ。はい、あれは、変化球を頭に入れながら、とっさにまっすぎた時にヘッドが立ちやすくなるんですよ。パンって。うんうん。うん、それでなんとか対応しようっていう。 感じでやってるのかなとか。あと練習方法としては、肘の上がりが早いなっていう人は、ちょっと開けると、この肘の使い方を覚える。はい、ゆっくりでいいんで、ティーバッティングでも、あの、これぐらい開けて打つと、手の甲が下を向いてくるその感覚を覚える。あと、例えば、僕は左バッターなんで、エンドランとか、はい、早いボール、これも早いボールになるけど、 極端に、あの、ゴロを打ちやす、あの、打ちたいとか、高めのボール打ちたいときに、どうしても速いボールって、肩が出やすくなるんですけど、うん、小指をね、ちょっとね、かけたり、うん、あるいは、僕は、長く持つのが嫌だったんで、短く持って、ここにかかってるイメージで小指を開けた人です。小指を浮かすんですか、うん、そうしたら、親指と人差し指、はい、中指で、ヘッドが立ってくるんですよ。結構。打球は飛ばないよ。力が入らないから。でも、相手の速いボールを利用して、高めのヘッ立ってくるから、 セカンドゴロを打てるヘッドを立てたい時に立てたいというか打つ時に、うん、実際ヘッドで立っては打てないじゃないですか。はい、実際は絶対下がってるだけどそれを意識をこう立てる意識を持つことによってっていうのの中で私は小指薬指中指を打つ時にギュッてすれば立つっていう感覚でやって結構それよりこのグリップに小指をかけてるイメージだからかもしれない。もともとねここにかけたらこう立てやすくなるでしょ。はいはい なので、短く持っても、ここにかかってるイメージで行けよ、みたいな感じすると、キュッて。へぇー。案外ね、案外そういう反対のイメージ。なるほど。本来はね、やっぱり小指の方に力入れるとか言われるけど、はい、なんかいろんな練習方法はしたかな。最近、 あの野球の理論家の方がよく哲学でアッパースイング論とか言われるでしょ。あれねもうねもうプロ野球の帯の方みんなで、ね、野球教室ほとんどもうね <laughs> そんなこと言ってくれるなと思って悩んではると思います。<laughs> ないからはい、ね、ちっちゃい子供たちそれを真似してアッパースイングの大谷翔平君アッパースイングとかギタータアッパースイング違うからっ,って、はい、こう言いたい<ー>みんなこうですよね今そう,そう少年野球見に行ってもみんなこういうスイングで打てますそれねもうほんま小学生ねあの 説得さすのが、あの、時間かかるね。はい、違うよ、あの二人は違うよ本当のアッパースイングは、あの、去年の大谷翔平君のホームラン競争見た全部ゴロだったでしょ、はい、あれアッパースイングってで最初からのけぞって打ってるから、ゴロしか出ない。はい、それを真似するんですよ。はい、ティーバッティング投げて、みたいな。やっぱりボールの下にバットが入らないと、 フライは上がらない。打球を上げるには、下を打って、バックスピンをかけるっていうけど、<う>でも今はバックスピンじゃないとか、言う<や>じゃないですか。スピンはかけないとダメだし、でもスピンがかかりすぎると、いわゆるカット打ちみたいな感じで、こんなね、かかりすぎて風に負けるボールになるけども、はいはい、やっぱりある程度やっぱり入れないと。うん、まあだから入れる感覚で野球は、まあ今までは僕はしてないけれども、やっぱつぶ、なんかいろんな言葉のね、言い方を潰すイメージとかいっぱいあるけども、あまりにもこう上からこういくと、 結局こっちの方も出るんで、はい、勝ったうちなんで、はい、じゃあそれがええんか,かそれじゃないんで、はい、まあ本当のラッパースイングはあの大谷翔平君の、はい、ホームラン競争の打球、はいはい、全部ゴロしかいかない、はい、あの二人がいい時は必ず当たってからのけぞってんねんっていうその反動でこのヘッドが走るねんってこう、はいはい、ピッチャーも速いボールに投げる人って結構前に体重乗せろというけども速い速球貼ってこっちの足が。 ずかかかるからね、はい、その反動でこう、体は後ろに来るけど、腕がその分走るっていう。はい。はい。と同じようにバッターもここからっていうイメージなんよね。はいはい、だから今年大谷翔平君はあんまりバッティング調子良くないんですけ、はい、ちょっとその毛がある。ああ<ー>。ドライブっていうか、そういうのがちょっとポイントがね、ねはい、ずれてるんですよ。<ー>で、ギータのね、インスタ、 見てくれたら分かるんですよ。最初、銀座の実、実装例の練習方法、最初こんないからね。あで、で、途中で、今度、のけぞるかなんかで、最後は、普通にこう打っていく。うん。最初は、やっぱ右足の踏み込みもすごく大事にしたような、バッティング練習から始めてるから。はい、やっぱりそうやって、こう、徐々にやっていかないと、<う>やっぱりそういう、あのー、バッティングのこの打ち方っていうんですかね、うん、フォーム的には、 こうなななりがやすいいかららそれを右足で乗っかってっていうだから多分ティーバッティングでやってるその感覚もあると思うよ当たってから戻るっていう、うん、王さんでも結局ねあのバッティング練習とかそういうはもうこんなやって切ってるけど試合になったらうん、うん、ちょっとこうなるんですよです、ねはい、やっぱり打った後に最後戻るんですよ、はい、ホームランバッターって。 人の方たちはアッパースイング多分思ってない。そんないうほど思ってない,いそういうことですよね。はい、あの多分ゴロになりだすとあちょっとあのもうちょっとピッチャーに入っていきたかったなとかはあると思います。うんうん、そ,そのズレをなんかみんな修正するのにもうなんか必死なんです。そ,ですそのタイミングが当たって削るんだけどもそのためにはちゃんと自分がピッチャーに対して攻めていって当たって でバンっていうううう。こと。そうそうそ,うそうで攻めすぎると前に突っ込むし、うんはい、それをなんか自分の中で行くなよ行くなよ行くなよと思いながらいかなさすぎてだめになるとか。ということは<の>やっぱりこっちの逆のピッチャー側の足が重要になんだよもう大事だしっていういろんなそのバッターの打ち方にもよるけどね、はい、今度やっぱり落合さんのような感じ中村典みたいな感じだったら多分あんまり左足って気にしてないと思うぱどちらかというと右半分で打ってるぐらいのイメージだから。はいはい だ自分はどういうタイプなんだっていうのをやっぱり早く知ることでも基本は絶対こう手の甲が下に向いてこないとだめだなっていう最後のバットの収まりはねイチローでも素振りはこうやってるけども試合になったら必ず収まるからねここにうんうん、うん、そうですよねイチローさんは逆に素振りはいつもなんかこうやって振られてたけど<う>実際 本人には聞いたことないけど、あれ多分、センターに入っていくラインをすごく気にしてるんじゃないかな、こう。う私なんか一時期強制で、こう脇を、両脇をこう締めて、ティーやってました。いいこと切った、言うた。本当ですか連続スイングね。連続スイング絶対やった方がいい。はい。あのー、こうね、この連続スイングね。はい、それやった方がいいですかこ。これは、何にいいですかあのー、まず、まあ、足腰も強くなるっていうのと、はい、あと、上半身と下半身の連動感がすごく生まれて、うん 本当に体全部で打ってるなっていうのを覚えられる。連続ティーするんだったら、投げる人がしっかりと、ここまで持ってきてから投げてあげないと、最初はもうゆっくりでいいんで、振る、持ってくるってちゃんと乗せないと、もうこれはで。はい。っていう。それを、あの、バッティング練習で同じイメージで、連続スイングのイメージでこうやって終わると、選球眼が良くあ、そうなんですか結局みんな、ええ各種バットパーンって話したり、まあ僕も話したりしてるけど、 離すと、外のボールって届くんですよ。ボール球でも。はいはい。はいはい、手離さずに連続スイングのイメージのままバッティング練習をずっとしてると、絶対届かない。ボール球。ストライクゾーンしか届かない。そういうことか。で、しっかりと、体も、アウトコースだったら、体もしっかり入っていかないと、強い打球がい,けないはい。これは手離すと、何もでも届くから。ボール自体の打球も弱くなるし、るボール球にも手を出させちゃうしう。インサイドはしっかりとこう、詰まってでもライト前とかに、うん、持っていける。うん 癖がつく。終わった後もしっかりこう。立てられる。立ってられるっていうことをすると、本当にバッティングは安定した。自分がどんなバッターなのか、<う>自分がどんなバッターになりたいのか。自分のフィット感を早く知って、試していくっていう。うん、で、それを今度勇気持って、試合で試せるかどうか。うん、練習ではできても、試合でやる勇気がないと、やっぱ進歩がないんで。うん、だから僕も、調子悪かった時とか、全然結果出ない あった時は、相手チームの打てるバッターの観察ずっとしました。いろんな人の前にして、あ<ー>まあカープの前田選手もしたし、こうね、前田だったらこうやって絞るけど。自分はやっぱり絞ったら、ちょっとバットがこう体から外れやすいなとか、あったりとか。もあるし、あの鈴木孝則のような感じで、こうやって構えたりもしたし、はいはい。やっぱり握り方においても、こうすべてにおいて、こう。 これが一番いい、なんてものはないっていうことなんです、ね。こやっぱり自分、どこ探したって、自分は一人しかいないから。はい、自分はどうなんだっていうのは、やっぱり一番持っておきながら。うん、あの、自分にあったものを、うん、はい、いやっぱ生まれ持って、<は>やっぱりね、体格も違うし、はい、性格も違うしっていう。部分ですね。はいはい、そのか、チームのルールは守らなきゃいけない、そこはだめだよね。というわけで、今回は。 バットの握り方そしてバッティングについてお話を伺いしました、はい、皆さんチャンネル登録高評価よろしくお願いします本日はどうもありがとうございましたありがとうございましたみんな頑張ってね